アメリカ合衆国のファーストレディの一覧は、ホワイトハウスの歴代の女主人の一覧である。通常は、大統領夫人が務めたが、独身や妻と死別した場合などには、大統領夫人以外の女性が代わりを務めてきた。給与を受け取らず、その役割もアメリカ合衆国憲法で定義がなされて、いないにもかかわらず、 多くの公式行事に大統領に同伴して、時には大統領の代理として出席する。ホワイトハウスに専用のオフィスと専属のスタッフを抱え、これまでに数多くのファーストレディが大統領の政治に影響を与えてきた。2017年1月20日にドナルド・トランプ、大統領夫人のメラニア・トランプがミシェル・オバマの後継として正式な第47代ファーストレディとなった。 最初のファーストレディは、ジョージ・ワシントン初代大統領夫人のマーサ・ワシントンで、ある。第10代大統領ジョン・タイラーと、第28代大統領ウッドロー・ウィルソンの両方が、任期中に再婚したために、それぞれの任期中に二人が、ファーストレディを務めた。なお、ウィルソンの5歳であるイリス・ウィルソンは、夫が1919 19年10月に、脳梗塞を発症して、 大統領としての執務が不可能になってからは、影の女性大統領として、多くの日常的業務と行政権の細部を代行した。4人の夫人が、夫が大統領に就任する前に亡くなったが、ホワイトハウスと国立ファーストレディ図書館は、彼女たちを正式なファーストレディに含めている。マーサ・ジェファーソン、レイチェル・ジャクソン、ハンナ・バン・ビューレン、エレン・アーサーである。第15代。 ジェームズ・ブキャナンは唯一の生涯独身を通した大統領であり、名のハリエット・レインは被配偶者としては、例外的に正式なファーストレディとして認められている。第22代大統領グロバー・クリーブランドは、就任当初は独身であったために、妹のローズ・クリーブランドが事実上のファーストレディを務めたが、就任翌年に21歳の女性と結婚して、彼女が、 史上最年少で正式なファーストレディになった。フランシスは、ファーストレディを唯一、連続しないに勤めた女性である。未来の大統領と結婚した時に未亡人だったのは、マーサ・ワシントン、マーサ・ジェファーソン、ドリー・マディソン、イーディス・ウィールソンである。また、離婚経験者だったのは、レイチェル・ジャクソン、フローレンス・ハーディング、ベティ・フォードである。つまり最初の7人の大統領経験者のうち、 4人が過去に結婚歴のある女性と結婚していることになる。アメリカで非常に有名かつ多大な影響力を与えてきた女性たちであり、大統領就任式でファーストレディが着用するドレスは古くから大きな注目を浴び、その多くはスミソニアン博物館に保存されている。ピンクが女の子の色として認識されるようになったのもアイゼンハワー夫人の就任式後の舞踏会で、 ピンクのドレスを着用したことがきっかけとされる。2007年には大統領1ドル硬化プログラムの一環でファーストレディの栄誉を称えて造幣局が彼女たちの肖像画が描かれた10ドル金貨の発行を開始した。事実上のファーストレディを務めたが正式なファーストレディとして認められていない女性。未来の大統領と結婚して彼が 大統領に就任する前に死亡したが、正式なファーストレディとして認められている女性。ファーストレディを務めたが、大統領と結婚していなかった女性。前述のように、造幣局は、大統領1ドル高価プログラムの一環で、ファーストレディ記念10ドル金貨及びブロンズメダルの発行を開始した。以下はこれまでに発行された、ファーストレディ記念高価の一覧である。 アメリカ合衆国の有名な婦人参政権論者であるアリスポールもファーストレディではないが、この中に含まれている。ありがとうございます。